こんにちは、健吾です。今回はこちらのアームストロングの5枚5番のラケットをですね、普段のディフェンドスマッシュよりも 20g ぐらい重いラケットで、なおかつ材質もがっしりしたラケットを使って、でできるだけコンパクトに力を抜いて振り下ろす、そういう風なカットをしたプレーをしてみました。ラバーは両方とも1枚ラバーと、あと薄のウラソフトですね。なんでこのラケットの重さの違いと材質の違いで、コンパクトにスイングしてどのような違いが出るかということをやってみました。どうぞご覧ください。